はい、5月19日の熊沢でございます。さて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 、皆さんいかがお過ごしでございますか。今日も早速本題からいこうかなと思ってまして、マイクロフォーサーズとボケのお話をねちょっとしたいなと、思います。カメラっていうのはまあセンサーサイズがございまして、まあ、あのフルサイズであるとか APS-C サイズであるとか、フォーサーズサイズであるとか、もっともっと小さくなっていけば、1型とか、まあ、1インチって言ったりもしますよね。それから3分の2型とか、まあ、いろんなセンサーサイズってあるんですけれども、まあ、最近で言えば富士が中盤カメラね、中盤センサーを搭載したカメラとか出してますけど、まあ、最近で言えばっていう話もちょっと変ですけどね、まあ、フルサイズよりも大きいセンサーだったりするんですけど、まあまあ概ね、僕らがいわゆる、まあ、ミラーレスなりレフ機なり、それはどちらでもいいんですけれども、触れるカメラの中で、コンパクトデジタルカメラを除くレンズ交換式カメラの中で選択できるセンサーサイズとなると、まあ、フルサイズ、APS-C サイズ、フォーサーズサイズになると思うんですよね。うん。で、それぞれセンサーのサイズっていうのは必ずしもフルサイズが至高であるということはないわけでございまして、もちろんその撮影者の好む被写体というか、どういう作品を撮るかによっては、別に優劣、それ自体に優劣はないわけですよね。ただ比較の中で、センサーサイズが大きい分こういうところにメリットがあるよ、センサーサイズが小さい分こういうところにメリットがあるよっていうことで、フォーサーズの存在意義もあるし、 APS-C サイズの存在意義もあるし、フルサイズの存在意義もあると。でやっぱ仕事で使う場合、特に写真なんかの場合は、フルサイズをおすすめされる方が多いんですけど、まあそのフルサイズのメリットっていうのは皆さんご存知かどうか分かりませんけどね、まあ被写界深度が他のセンサーサイズに比べて、浅いかったりするんですよ。うん。で他にもまあなんだろうな、でかい、まあ光を取り込めるとかね、たくさんね、写りが柔らかいとまでは、もちろん解像感はあるんだけど、柔らかいというか、ハードではないというか、うん、感じとか、があったりして。じゃあ逆に APS-C とか、フォーサーズはどういうメリットがあるんだって言ったら、その、フルサイズと比べると、ちょっと望遠になるので、まあ、長い距離を撮るとき、が楽ちんとか、ボディが小さくて済むとか、まあそういうのがあったりするんですよ。うん。で、まあそれは、まあもう皆さんご周知の事実だと、思いますので、そこではなくて、マイクロフォーサーズという企画の中で、まあオリンパスと、パナソニックがいろんなカメラを出してくれておりまして、で、まあなんで今日ちょっとこの話しようと思ったかっていうと、パナソニックがそろそろ GH5 Mark II であったり、GH5 Mark II、それから GH6 っていうものを発表するんじゃないかっていう、まあリーク情報が結構いろんなところで出てるので、まあまあフォーサーズから撤退しないというところに関して、まあ嬉しいなと思うわけですよ。でね、じゃあなんで今、こうフルサイズミラーレス、が、ものすごくこう、市場を賑わしていて、もうソニー一強ではなくなった、そのフルサイズミラーレスだけで言った時にソニー一強でなくなったこの時代で、なぜフォーサーズセンサーを搭載したもの、まあ富士で言ったら APS-C とかもそうなんだけど、フルサイズではないセンサーサイズのレンズ交換式カメラを出してるかっつったらメリットがあるわけで、でじゃあこのマイクロフォーサーズっていうものが、議題に上がる時に結構皆さんボケがな、ボケがなーっておっしゃるんですよ。で、これなんでボケないかって言ったら、やっぱセンサーサイズが小さいからですよね。うん。例えば、まあ、パナライカっていうね、俗にパナライカと呼ばれている、ズミルックスがいっぱい出てるわけですよ。まあ、他にもズミルックスじゃないものもありますけど、例えばズミルックス 25mmF1.4 とか、ズミルックス 15mmF1.7 とか、パナソニックが出しているライカのレンズっていうのがあるわけですよ。で 1.4 とかめっちゃボケるじゃんとか思うわけですよね。うん。F1.7 とか明るいねとか思うんですけど、35mm 換算した時に焦点距離、要は画角が2倍になるので、約2倍になるので、25mm のレンズをつけると 50mm
相当になるわけですよ。うん、で、レンズ自体は、レンズ自体の持つ、その有効口径比というか、まあ、F 値ですよ。まあ、有効口径比について詳しく知りたい方は調べてみてくださいね。今日は端折ります。要はその F 値自体が、じゃあ F1.4 として、レンズの持つ明るさ、光が取り込める量っていうのは F1.4 なんですよ。ただ、フルサイズ換算すると、フルサイズのこの中の、真ん中の部分を抽出しているのがマイクロフォーサーズなので、F 値も2倍して考えた方がいいんですよね。だから、フルサイズで言うとこの F2.8 相当だったりするんですよ。F1.4 のレンズって。F1.7 であれば、まあ、3.4。なんでまあ、F3.5 相当だったりするんですよね。うん。それぐらい、まあまあ、ボケづらくなるというところがあったりするわけですよ。そう。だから、マイクロフォーサーズを購入して使ってらっしゃる方の中で、マイクロフォーサーズのメリットを理解して購入したんだけど、そのメリットが小型で軽量だ、手が出しやすい価格帯だっていう理由で購入して、また別のところで一眼カメラとはボケるものだってなるとちぐはぐになっちゃうんですよね。うん。もちろん他にもぼかす方法ってあって、望遠レンズを使う。まあ、中望遠とか望遠の、ズーム域とかね、望遠域を使って、ぼかすとか、背景を十分に開けるとか、被写体とカメラの距離を近づける。まあ、それは望遠もそうなんだけど、とか、で、ボケを演出することはできるんだけど、ってなると、その、要はそのさっき言ったように、一眼カメラとはボケるものだっていうか、規制概念と、マイクロフォーサーズのボディはちっちゃいし軽いので、非常にいいというメリットの中で購入して、この規制概念とぶつかってしまうわけですよ。で、じゃあ、どうしたらいいのよとかって話になるんですけど、マイクロフォーサーズって、実はそのメリット実はめちゃめちゃいっぱいあるんですよね。うん。さっき言った F 値みたいなところで言うと、2倍になってしまうわけじゃないですか。F 値2倍で考えると、じゃあ、F1.4 のレンズは F2.8 相当で使わなければならないわけですよね。うん。じゃあ F3.5 はどうなるのっていう話になるわけじゃないですか。F3.5 は、F7 相当で使うことになるというわけですよね。F5.6 はってなるともう F11 相当で使わなきゃいけないと。要は、そもそもで被写界深度が分厚めにできちゃってるわけですよ。だから逆で考えると、あらかじめ被写界深度が分厚いのにレンズの明るさ自体は F1.4 とかなので、低感度で撮影ができるっていう考え方ができるわけじゃないですか。で、かつどうしてもパンフォーカス気味になりやすいっていう側面があるので、結構こう固めな写りがするとかっていうことがあるんですよ。だから人物撮ったりする人たちはもしかするとあんまり、まあもちろんその42.5mm、パナライカで 42.5mm とか出てるんですけど、そういうちょっと中望遠の 90mm 相当とかだと、結構もう、なんていうのかな、柔らかいボケとかになったりもするので、あれなんですけど、ハードめに映るからこそ、風景であったり、テクスチャー系、テクスチャーを見せるものであったり、っていうのは結構、メリットあるんじゃないかなと思うんですよね。で、かつ、画素数も、まあ、低いものって結構あるんですよ。1600万画素程度のものって結構あって、GX7 Mark II とか、GH4 とか。で、そうするとね、結構階調が豊かなんですよ。まあ、要はその、画素の中に埋め込まれているその1画素が、大きいじゃないですか。高画素のものに比べると。GH5S?GH5 だと3000万画素ぐらい、3200万画素ぐらいあったかな。なので、これもね、2倍で考えられるんですよ。だから、フルサイズで考えると、6000万画素相当の超高画素機なんですよね。うん。で、GH4 とかだと1600万画素ぐらいだから、まあ、3200万画素程度の、まあ、もう本当に普通な感じだったりするんですよ。階調感で言うと、まあ、画素数が少ない方が階調はすごく豊かだと思います。1画素が取り込める光の量、情報量が多いので。っ
って考えると、まあ、そういうふうに考えていくことでマイクロフォーサーズの優位性っていうものも確認ができると。だから何も写真って必ずボケてなきゃいけないってこともないし、僕の場合単焦点で F1.8 とか F1.4 のレンズ使うときも結構普通に絞るんですよ。 F2.8 とかまでだったりするので、ちょっとこれはまた明日 Vlog で話したいんですけど、なのでまあ必ずしもぼかさなきゃいけないってことないんですよね。うん。でしかも美味しいところがあるんですよね。クロップされてるっていう考え方ができるので、レンズの周辺のこういう流れとか歪曲収差であったり湾曲収差っていうものがなるだけない状態で使えるっていうメリットもあったりするんですよ。イメージサークルのこの端っこの方って結構流れたりとか色の収差が出たりとかあったりするんだよね。まあ、そういうメリットが実はフォーサーズにはあるので、今までフォーサーズを最初に言った通りちっちゃくて軽いからいいんだ、動画性能が高いから GH を使うんだとかっていうことで、使い始めて購入して使い始めてみたら一眼なのにボケねえじゃんって言ってちょっとこう乗り換えようかなと思ってらっしゃる方は乗り換えてもいいと思うんですけど、実はフォーサーズってそういうメリットがある。望遠に強いであるとか、まあ、小型軽量っていうとこだったりとか、結構ハードめに映るっていうとこだったりとか、もうあらかじめ被写界深度が、深いので F8 まで絞るとフルサイズでいうところの F16 相当になるから、かなりパンフォーカスなんだけど、そのおかげでかなり低感度で撮れるということ。レンズが持つ明るさ自体はフルサイズだろうが、フォーサーズだろうが変わんないですよ。レンズの中のこの有効口径っていうものがあって、その有効口径の比率でもって F 値っていうものが決まってるんで、レンズが取り込める光の量っていうのは決まってるので、なので、明るさ自体は F1.7 と F1.7 は変わんないですよ。だけど、被写界深度で見た時には、35mm 換算で2倍相当っていうのは焦点距離と変わらない、画角としては変わらないと思うので、そういう考え方ができる。明るさを稼げる。被写界深度を深く取っておきながら明るさを稼げるというメリットがあるんですよね。うん。なので、そういうふうに考えていけると、すごくいいっていう考え方ができるので、フォーサーズ使ってる人、そんなに、卑屈にならないでくださいね。場合によっては、フォーサーズでは、きついなって思うケースもあったりはするだろうから、その時はまた別の、機材を持っておけばいいんじゃないかなっていうね。うん。ご自身が撮影するものに対して、フォーサーズが一番いいんだっていうパターンもあると思うので、そこは自信を持って使っていってほしいなと、思います。ということで、今日も一日、頑張っていきましょう。かまさでした。